ここが神殿の最上階よ。鍵を捧げることで道が開くはずよ。ついに始皇帝への道が開いた。そこは資源にして終焉を表す地、世界を改変する創生の光の源だ。到達したナホミノは望む通りに世界を作り変えることができる。資格ある者よ、始皇帝を進み王者を目指すがいい。しかし心せよ、王を目指すは汝一人ではなく、王者への道を阻む者もいる。気づいているか、彼らが来たようだ。おやおや、驚きだ。その姿はお前か。せっかく殺さないでやったのに、俺の恩情を無駄にするだなんてな。太宰君、それはどういう意味？ああ、お前磯の神か。なるほど、お前が女神ってやつか。聖女様って言われてたもんな。納得したぜ。お前には告げたはずだ、神の禁じたナホビノになる者は殺すと。約束通り、お前には死んでもらう。あれはアブディエルか。そしてアブディエルも気づいた。お前らに勝つには力が足りないと。力なき正義に意味はない。俺はこの力で正義を成してみせる。
壁に行こうか。
任せろ。俺の負けか。俺は結局昔のままだ。勝ったお前が正義を。太宰一郎は討ち取った。この先世界の未来は彼に委ねることになる。君はそれを見守りながら安らかに眠ってくれ。太宰君も人としてより良い未来を作りたいと思っていたんだと思う。あなたが世界を導くのよ。思考の御柱。
魔法瓶のみが歩める光の道。あなたの目的のため、私が最後まで協力しましょう。創生が無事行われることが大宇宙の意志。私はそのために生まれたのですから。さあ、行きましょう。